どうも、サヌイです。サヌイです。はい、今回はですね、エンオーディション、オッチョンなパフォーマンスビデオを見ていこうと思います。行きましょう。はい、はい、今回のパフォーマンスはですね、番組内で作られたワンワンチーム、はやてくん、ひかるくん、さきくん、けいくん、ゆうまくん、この5人でパフォーマンスをしているそうなので、はい、早速見ていこうと思います。では、見ていきます。スタート、レッツゴー。手紙を持って、うん、お、ここに集まった、集まった、はい、おー、アイドルっぽいね、いいね。いいね、オーディションらしいよ、うん、お、メガネかけてる、うん、うまっ、うまっ。高いからね、やっぱね、背打ちはさすが。ラップもするの、ケイ君。何でもするやん。うまっ。低いラップもできるやん。うん。うまいな、ダンスみんな。低めだね。低いね。ラップもできる。うわうわ、かっけえ、すごいな。え、ハヤテくん、こうも歌うじゃん。そうね、ラップしたもんね、さっきね。うん、いいね。わあ、かわいい。かわいいね。うわ、ダンスかっこいい。ここかっこいい。振り付け変わってんのかな。ああ、そうかもしんないね。ね、まあ、5人用にしないといけないからね。はいはい。おお、ダンサーも来るんだ。うわ、すげえ。わ、このキープ難しそうやな。はい、いいね、手ぶじのこの可愛いコンセプトやるのって、うん、結構難しいよね。難しいと思うな。オッチョナでした。可愛かったですね。可愛かったね。やっぱこういうコンセプトはやっぱオーディションの中では絶対出てくるから、うん、出てくる。誰かがするパフォーマンスの一つなんですけど、うん、それをやっぱやるのって結構ね、男性からするとめっちゃ難しいんですよ。難しい。なんかなりきんないといけないのが、うん、そのかっこいいとか強いコンセプトっていうのはやっぱ入り込めやすい、うん、男からすると、うん、ですけど、アイドルのさらにちょっと可愛いらしいっていう部分を見せるのって難しいんですよ。難しい。やっぱどういう表現がそれうまくできてるんだろうって言いました、うん、笑ってるだけじゃないし、うん、仕草とかそういうのも可愛く見せなきゃいけないっていうのは難しい、うん、そう、うん、でもこういう楽曲ってやっぱ可愛いなりにその歌ってない人とかは結構踊るのよね、うんうん、しっかり踊るから、だから体力が消耗されつつそういうことを感じさせない仕草とかをしなきゃいけないから、キープをずっとしなきゃいけない。そうそうそう、わけなんですよね、うんうんうん、だからケイ君とかも、だから自分が映ってるところはしっかり可愛いんだけど、うん、自分がメインで歌ってないところはもうがっつり踊ってるの、うんうん、でもそれはずっと崩さないでこの一曲やり遂げる凄さは、うん、もうなんかハードで踊ってるからすごいとは別の凄さがあるから。そうだよね、うん、これは見習うようなところだなって思った。すごかったね。実際踊ってなくてジェスチャーだけの部分はあるんだけど、そこもきついから。きつい。やっぱ心拍は上がってるし、うんうんうん、そこで笑顔を作って可愛く、うん、っていうのはなかなかできることじゃない。今回のパフォーマンスに限ってではないかもしれないんだけど、うん、結構やっぱ韓国ならではのポジションが決められている。ボーカルはボーカル、ラップはラップなんだけど、うんうん、
今回オーディションの中で、まあ、13人の楽曲を5人ぐらいでやってるわけだから、うん、そのパート振りもラップの人に全部ラップをさせるわけじゃなく、歌とラップを5人で分けてるから、そこの声の感じも絶対に気を抜けないっていうか、うんうん、ラップの声はやっぱ歌声に近い出し方なんだけど、やっぱり低さを出さなきゃいけなくて、歌ってるように聞こえてしまったらラップではないからっていうのもあるから、こもこなしてるのもやっぱさすがだなって思ったんですね、うん、従来のオーディション番組とは違って、うん、やっぱ一人が歌もラップもしてみたいな人も結構多かった、ね、多かった、ね、サブボーカルがどうだろうとかじゃなくて、うん、じゃなくそこはやっぱ一人一人の個性を見る機会になってるのかなっていう、まあ、見せる機会としてはめっちゃいいチャンスだよね。ラップしか見せれないなっていうのじゃなく、うん、歌もラップを見せれるからそれで見てもらえるっていうのはオーディション中だったらめちゃくちゃありがたいというか、どっちも見てもらえるし、うん、どっちかが輝くってパターンもあるから、あるから、うんうん、いい機会だよね、これいい機会かなって思って、うん、はい、今回は A オーディションのオッチョンナのパフォーマンスのリアクション動画でした。以上、サンドゥイでした。